俺だ。ゲットゴールヤジー、ゲットゴールヤジー、ゲットゴールヤジー、ゲットゴールヤジー。皆さんこんにちは。はい、私は、本日そうですね、はい、チーム神田の神田隊長より、任務を、申し受けました。チーム神田の新潟特派員、エビ型女子でございます。はい。ということで、本日はですね、何をするかと言いますと、本日はですね、じゃん。2023年10月9日なんですが、今日は、私たちアルビレックス新潟のサマーフェスタがビッグスワンで行われます。何度もね、行かれた方もいらっしゃると思うんですけれど、私今回ちょっと遊びに行こうかなと思いまして、少しでも会場の雰囲気をお届けできればなと思いまして、今日初めて、出陣していきたいと思います。ね、来れなかった方にも楽しさをお届けできるように、少しでも、会場の雰囲気を味わっていただけたらなと思っています。はい、これから準備して、向かいたいと思いますが、最後までご覧ください。
はい。ここで、しっかりね、準備していけるように、じゃん。皆さんは、サマーフェスタ、あと、サッカー観戦に行かれるときなんて、何を持っていかれますか？ちょっと、まあ、私の行くときの持ち物や、あと、そうですね、皆さんの持ち物なんかもね、教えていただけると、また、ちょっと今後の参考になるのかなと思うので、ぜひ、また皆さんのお話も聞かせてください。よいしょ。こちら。やっぱり、手を開けて、何か動きが取れた方が動きやすいので、まず私は定番リュックですね。こちらを持っていきます。じゃん。応援音のバッジもしっかりつけてね、いきたいと思います。割と定番で買われる方が多いと思いますが、こちらですね。タオル？マフラー？ちょっと大きいやつ買ったんですけど、プラネタスアンを買いたいんですけど、まだ買えていないので、今度はね、ぜひゲットしたいと思います。これ、夕方の暗い時間とかもそうですし、試合後、こういう風に感じで、また会場を盛り上げてくれるのに活躍するので、持ってるといいアイテムかと思います。これもしっかり持っていきたいと思います。あと、そうですね。何回かサッカー観戦に行って、私が感じたことなんですけど、やっぱりシートにずっと座ってると、すごいお尻がね、冷たいんですよね。で、長く座ってると、やっぱりお尻痛くなっちゃうので、まあ、これからの時期ね、こういった、膝掛けというか、を持ってると、まあ、もちろん膝に掛けてもいいんですけど、あと、シートにね、こうやって畳んでおいて座るだけでも結構心地よく座れるかと思うので、もしカバンにゆとりがある方はぜひ持って行ってみてください。さあ、今ビッグスワン駐車場に到着しました。これからちょっとね、今日あいにくの天気なんですけど、ビッグスワンの方に向かいたいと思います。創薬のあの内輪持ってきました。あ、お今日なんか内輪で当てるとかなんだかって、今日は出てますよ。持ってこなかった。星くんの星くんかっこいい。見てますか。ぜひじゃあ、これはかわいい堀米。本当だ、ゴメス選手の。私は創薬入れてる。おー、出ました、創薬。
ぜひじゃあ盛り上がっていきましょう。ありがとうございます。こんにちは。こんにちは。今日のサマーフェスタの意気込みをお願いします。高木選手の販売するいちごやつをゲットします。はい。俺そうだね。残り4試合、はい、全勝します。あ、はい、以上です。ぜひ、はい、今日楽しんでいきましょう。はい、ありがとうございます。改めまして、稲田君と平田君です。よろしくお願いします。いや、楽しさ、で、私と一緒にやっていただきます、もう本名はいいか、ツッチーです。皆さん、こんにちは。ファミリーレスリング中身での森のメイトです。今日はこんなにたくさんの方が来るとは思ってなかったので、すごく今びっくりしますが、あいにくの天気ですが、みんなで楽しんで、残り試合に向けての元気を養っていければなと思います。僕たちもたくさん楽しみたいと思うので、皆さんもどんどんガシガシ来てください。よろしくお願いします。先生、ラスト、ジョブタ、アムヤ、ゴアダ、アムザット、ラーテ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 、運動会では、スポーツは自分の手、先生との戦うことを誓います。アメトミダチョ、アメ、コート、ジョブタ、ジョブタ、ジョブタ。さあ、そんな参ります。サマーフェスタ運動会第一種目、玉入れ競技の一回戦でございます。一本かけたからです。よーい、スタート。サマーフェスタ2種目目、ボール送りです。よーい、スタート。さあ、皆様ぜひ拍手、お声掛け、応援もよろしくお願いいたします。右の1階が入ったようです。今はバケツに水が入っているものを前から送って、もう1回やるそうですね。コミちゃん、伝わりましたか？ほら、小島選手、ああやって出してくれてるじゃないですか。あ、試合の時とか、ああいうのって、やっぱ見えるんですか？めっちゃ見えます。やっぱ嬉しい。いやー、嬉しいですね。本当に。あれも、今見えるのに、鉄壁、個人とか、守護神とか。いっぱいありますね。なんか書いてほしい言葉とかあります？頑張れとか、いい、高いとか、なんか好きな言葉あります？好きな言葉を書いてほしい、ああいうところに書いてほしい言葉とかあります？ああ、いや、
逆になんか、でもめちゃくちゃありがたいですね。なんか、ひらがなで逆に個人ちょっとなんか可愛い系、はい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 、どうなんか、やっぱりゴールキーパーだけちょっと感じで、もう強いギャンプってかっこいいじゃないですか、うん、で逆にギャンプでみたいな、個人みたいな、個人、ひらがなで個人そこを言うのも欲しいらしいの、もしよかったら、あの、オータートも聞いてますよ、シンプルどうですか、太田選手は試合してる時とかアップしてる時とか見えたりするんですか。見えますし、まあ一番は試合終わった後でもありますけど、まあこれだけ応援してもらってるならって感じるので嬉しいです。なんかやっぱり手書きっていうか、あんまり気持ち届きますよね。届きますね、はい、いやこれは嬉しいと思う。コミちゃん、コミちゃんの、コミちゃんの、あの、コミちゃんの立ち合い、コミちゃんの、あ、出た、出てくる、出てくる。コミ選手、あ、あそこ、ほら、あるあるですよ、あるある。やっぱり、あの、試合終わって、こう、歌とか、探したりするんですか、俺の中で。そうですね、やっぱ、見つけますね。やっぱ嬉しいですか、めちゃくちゃ嬉しいです。ようやくゴール決めた時も嬉しかったでしょう。いや嬉しかったっすけど、ありがとうございます。あの決めた後に親子からおおおめでとうってやられたんですけど、それがもうめちゃくちゃ痛くて喜びが降ってくるようにして、ちょっとやめてくださいよって顔してたので、本当に痛かったです。でもあのやっぱり初めてゴールした、家帰ってからもその喜びこう分け合ってきたんじゃないですか。まあけど同点ゴールだったんで、うん、そこまででした、ね。まあもちろんその嬉しさやられましたけど、やっぱ勝てなかった悔しさっていうのも風刺されてました。いやでも本当に多分みんなコミちゃん決めてよみたいな気持ちになってたと思いますよ。そうですね、決めろよって思ったと思います。ちょっとそういう声は耳に入ってたりしたんですか。いや、そんなに入ってなかったですね。逆になんかもう同情されてたり、同情していただいてたり、なんかちょっと逆に嫌ですもん、別に同情されたりすると。ありがたいですけど、まあ、ちょっと悲しくはやっぱなりますね。太田選手はこの前、命決めましたよ。どんなお気持ちでしたか。まあもう生きてるなと思いました。いいっすね。なんかやったとか言って、なんかその生きてる実感を味わうというか。そうですね、まあ死んだような生活を送ってた、怪我してちょっとへこんでる部分もあったりしたんで、あのサポーターのところに行った時に生きてるなって思いました。
回は皆さんも少しだけ VR のことができて、すごく楽しく過ごすことができました。そういう中で感謝の気持ちもそうですけども、改めて本当にこの勇気と覚悟というものをしっかり持って戦っていかなくてはいけないなというふうに感じることができました。残りわずかですけども、この勇気と覚悟というものを持って、しっかりと戦っていきたいと思いますので、引き続き熱い声援の方を、よろしくお願いいたします。本日はどうもありがとうございました。寒い中、皆さん、そこまで来ていただき、ありがとうございました。やっぱり、下馬評通り、阿部組、ちょっとメンバー的にも弱いなと、さっきのインタビューで感じました。なので、個人的に、パフォーマンスというか、パフォーマーとしての、千葉さんの牙城を崩せるように、これからも頑張っていきたいので、好きな人どうして、ね、ファンは僕を応援してください。今日はありがとうございました。なんだろう。テイクス。どこが一番良かったでしょうか。やっぱりあれですね。なんだ、なんない競争。良かったです。良かったですか。はい。はい、最高でした。はい。はい、また頑張って。はい、全部勝ちましょう。勝ちましょう。9位、はい、9位目指して頑張りましょう。はい、ありがとうございます。